指導学院高等学校。ここで僕は運命を大きく変える出会いをした。そして真行寺兼光、彼もまたこの指導で運命的な出会いをしていた。新田さん。うるさいよお前。だってすげえ好きなんだ。勝手に言ってろ。俺は別にお前のことなんか好きじゃないからな。ずっと付き合っていきたいんだ高林君と。すれ違っちゃったんだね僕たち。新行寺、待てと言ったら待っていろ。お前は俺の所有物だろう。